え、ミューってまだやってたん？ちょっと失礼かもしんないけど。やってないんじゃない？え、何やったの？ミューって。え、ミューやったんじゃないの？ミューの新しいの出たんだよ。あ、そうなんだ。あ、そうしたかった。そうそそれがミューレジェンド？う。そう、レジェンドなんだよ。伝説なんだよ。ほう。伝どう？説になろうと思ってる？おもろい？めっちゃ。どこ行くの？行くか。どこ行くの？もうどうでもいいっすよ。プリモとかしかないけど。まあね。じゃあプリモ行くか。街の鬼の声は。今やる MMO 面白そうだな。いやー、まあ、MMO って感じじゃないよ、あれ。あれ？そうなの？ MMO ではないね。言うほど。何レベルよ今。何レベル？ 65だね。結構やってるでしょ、それ。65はもう最大。でも、1日で65までいける。最大までいける。は？マジで？転生とかは？そういうのあるの？ない。なんか装備揃えるみたいな、65になったら。エンチャンそうトいうみたいな系やだつ。ね。エンチャントではないけど、まあ、ドロップだね、ドロップ。レジェンダリーアイテムを引く。何？リスナーさんも結構やってたりすんの？ギルド作っちゃったりとかして？作っちゃったね。作っちゃったの？作っちゃったね。マジかよ。超面大白そう勢じ力ゃん。だから。超面白そうじゃん。どうなんだろうな。やってる場合じゃねえわ。アブジェット。あれ、利用できねえ。なんか今俺の近くに降りてた気がするんだよな。音がしただけだけど。よし。ほら、音してる。体調良さそうじゃん。体調？違うよ。奥側か。あ、これ？体調良さそうだね。なんか撃たれたんだけど。え？多分、こっち側だね。なんで？なんかパスパス来るんだけど。VS ですか？聞こえないってことは？窓割れてないけどな。あのね。まあ、パリンっていう音はしたけどね。じゃあ、上は行ってもいいけどな。逆側行こっか。結構離れてるからな。体調良さそうですね。声でわかる、体調の良い悪いは。人間。氷の体調の良さはマジで声でわかる。いや、俺多分寝起きがすごい、めちゃくちゃ声低いから、それじゃない？結構、最近あれだもん。夕方起きてみたいな。今日結構早かったんだよ、起きんの。そう、あ、空いてるぞ。ここ、以上は。え、マジで？あ、ここに萩がありますからね。あ、そうっすか。こ私、こにグロッなんクだかある。け。グロックオンリー。運気あるよ。あ、どこに？あげるわ。俺、駅あるから。あ、でもらうわ。この隣建物2階とかじゃないの？これ。ちょっとキット取ってくんない？これ。俺パックなくて持ってないんだよね。あ、落としてる。全然来なかった？反対側だろ、俺もう一人絶対。落としてる。反対側だ。嘘つけ！あれ？なんで聞こえねえんだ？もう近いよ、多分これ。いるいる、こっちいる。うわ、危ねえ！ミリじゃん。ミリだと、マジで。なんでこれ耐えたんだ、俺。よかった、ほんまに、運費もらってて。使ってんじゃねえか、今。まあ、今のは最後だけどさ。あれ、俺、足音、外も聞こえなかったな、今。まあ、ちょっと聞こえたよ。ちょっとだけ。ね。最後ね。ソファコンでやってんだよな、俺。わ、この池ダサ。M4 あるよ、この人。
俺 AK 使ってるけど、ドットツ使いたい。俺あれだったら M4 持とうかな。使ってくれていいよ、たくさんあげる。あ、たくさんたくさんある、大丈夫。オッケー、弾は欲しいけど60発入れるよ。おい、生か。眉毛のこと、そういえば何か言われた？あ？眉毛のこと。ああ、言われまくったよ。なんすか？なんだマジ？何が？これあげる、先っぽあげる。はい。あれやって。あ、待って、これ。これ、いや、あげる。また、ゴミにあげるわ。まあ、それ言われるだろうな。めっちゃ帰ってたもんな。まあ眉毛を描くことによってなんかこう自信持てるんだよね。もうそう、わかる？いや、わかんないけど眉ない眉コンプレックスなんだ。いや、抜きすぎたね。普通に抜きすぎたね。俺さ、イベントの前とかに、うん、なんか顔のありとあらゆる毛をこう抜いたり剃ってたりするんだけど。出た、鼻毛とかね。ほんと毛抜いたり剃ったりするの大好きだな。え、なんで？だってそれ以外やんなくない？その普段やんないって話だよ、ヒゲとかも。はいはいはい。イベントの前はさすがにこう整えようかなと思ってさ、うん、やらない？普段からもう剃る？いや、俺顔剃ったら、いや、俺剃らないもん、うん、普段から。だから あれ言ってんじゃん、だからもう言ってんじゃん。はいはい。まあ、イベントの前にやっぱ俺剃るんだけど、はい、眉毛めちゃくちゃ抜きすぎてさ、風呂上がりにやるんだよね、うん、眉毛は。毛穴開いてる時に痛くないからさ。眉毛痛いか？眉毛痛くない？一番痛くない、一番痛くないと思うんだけど。嘘。たまにくしゃみ出るけど、抜いてると。なんでくしゃみ出んの？眉毛抜いてるとくしゃみが出る。まあ、抜きすぎてちょっとさ、すっかすかになったのね。まあ、ハゲたわけよ、眉毛が。高校生だよ。まあ、ちょっとなんか、変えていこうかなと思って。でも正直やっぱあれだよね、結構あのステージが明るすぎてさ、うん、なんかより一層なんか存在感があったよね、眉毛が。あったね。本体よりも眉毛が一番存在感あるっていう。あ、茶色で描いてんじゃん。茶色で。そうだね、眉毛茶色い人なんていないからさ、普通にしてて。それが分かりやすい。黒だったらもうちょっと分かりにくいかもよ。ああ、なるほどね。めっちゃ色いから浮いてる。あれ、なんか見たことあるんだよな、あんな感じ。でもあれ、髪色に合わせるべきじゃない、眉毛って、結構。まあ、そういう人もいるらしいけどね。ああ。俺はやっとんないかわかんないや。黒やろ、だって。眉毛なんて。ん？みんな黒だからな。まあ、確かにね。そういう意味では、違和感あるよね。あるね。すいませんね。いや、いいっすよ。謝らなくて、でも俺謝る人はないんですよ。眉毛気になってても 見れなかったって人もいるから。そういう人に謝るべきだと思う。本当にすいませんでした。みんなすげえ気になってた。本当に一番多分コメントさ、うん、今まであれ、まあ、これ言っていいのか知らないけどさ、後ほどコメントとかさ、うん、何が多かったとか全部相当して教えてもらえるじゃん俺ら。あ、待って、敵いる敵いる敵いる。多かったとか、ここに敵いる。なんだあの人、どっか行った？なんか山上走ってった、普通に。車探してんじゃない？パラスクルしよう。あ、なんかあれ草の中入ってない？まだそっち行ってない、俺もあるよ。ごめん、気のせいだわ。俺、危なく眉毛でトレンド入りするんじゃないかって思ってたわ、ちょっと。まあ多分、アベマのコメントの一番多いやつみたいなので、うん、眉毛が一番多かったですみたいな感じで教えてもらえるんじゃない？あと教えてもらえるじゃん。恥ずかしいんだけど、マジで。多分一番多かったのは眉毛でしょ。そうそうそう、どんな話題が多かったとかさ、どんなコメントが多かったみたいなの分かるんだよね、うん、あれ。すごいよね。伝えてもらえるよね。そう。間違いなく眉毛でしょ。ああ、眉毛でしょ。車ある？車
なんか乗ってなかった？俺乗ってる。ここに、俺たちの間にある。オッケー。俺もいっぱいあるな、回復。キット6のドリンク7だわ。3、4だわ、俺、3、4。まあ、すいません、ちょっと自分、運転できないんで。ああ、すいません、いいっすよ。俺さ、うん、開運祈願しに行ったんしたっけ？いや、聞いてないね。あ、聞いてない？聞いてないね。俺さ、その厄年であるじゃん、はいはい、男だったら25とかだっけ、はいはい、厄年、うん、俺、厄年の時に厄払い行ってなくてさ、うん、なんかこう、ちょっと突っかかってたのね。厄払い行かないことに対してなんかこう、本当、どうするあれ。打ってもいいな、日焼けてるし。打ってもいいよ。待って、ほら打つか。打ってる。打ってる。ナイス。3つやな、なんか。怖いんだけど。それ芝居だし。これ刺すか。おぉ。あ、痛い。頭飛ばされてんじゃん。危ねえ。ああ、俺バイス来ないんだよね。俺あるよ。まあ、おかしいよ。頑張って頑張って、ちょっと。スモーク耐えて逃げてもいいかもな。ちょっとあれ殺すわ。はいはい、はい。俺スモーク炊くわ。俺も高い1個。どうでも俺。電気屋だけど、音楽。うん、いいよ。はい、や、行こうぜ。出るよ。で、なんか敵いる。なんこいつ。固まれ固まれ。待って待って、俺チョッキか。チョッキ開けてる。ゆっくりやってくれ。運気も足して、詰めるっての前の木に入った。ナイス。顔見ぐる。やる。助けるわ。さっきのやつでしょ。やめてほしいんだけど。遠くないわ。なんかすぐそこの木いない？え？ NNN やばい、やばい、やばい、やばい。俺手で回復してる。俺撃たないわ、お前が回復するまで。攻めて攻めて攻めて来てる。いいよ、どうぞどうぞ。いいよいいよいいよ、行くよ。ナイスナイス。怖え。人多すぎマジで。怖え。助かったわマジで。ナイスナイス。いや助かったわ本当に。絶対終わったと思った今。次だろマジで。どこだ、どこで倒した？何回いねえとか言って。何回いねえとか言って走ってきてないの。まあ全然持ってねえな。あれ出てきて、まあいいや。ナラミ欲しい？いやもういらないね。はい。はい、見失ったわ、もういいや。もう一人の死体見失ったか。んなんか漁った、一応うちは漁った。ジュースは持ってた。ジュース飲んでいい？どうぞ。全然ないやっけ。俺飲んだから で、こっち引っ越してきてからさ、はいはい、たまたま神社通ることがあって、はあ、あ、ちょっと厄払い行ったろうかなと思って、ちょっと行ってなかったからで、行ったんだよね。はいはい。まあ、いくらだったっけな、1万か5000円くらいかかるんだけど。ああ、有料なんだ。そうそうそう。で、まあ、厄払いと、あと開運祈願とか、あと健康祈願みたいな、一緒にこう、つけてさ、オプションをね、はい、オプションをつけたわけよ。
あ、そう。そしたらまあ合成とか一番なるわけよ。はい。で、注文してんな俺。はい。なんかお払いしてもらってさ、30分くらい、これであなたは今日から運気が舞い降りてきますよみたいな、そんなことありがたいお言葉もらって、はあ、あ、じゃあ俺これも運気マックスだからさ、5000円かけてさ、運気マックスだからもう帰りに運試しでスロット打ちに行こうと思ってさ、行ったらさ、2万ストレートで負けたよね。そうね、マジで。それで運気向きますよって速攻パッパチトロ行くのがしょうもねえわ。マジしょうもないわ、それ。何が何が。あ、ちょっと6番あげるよ。6番持ってる。あ、俺持ってるよ。あ、持ってる。4番あげる。6番あるからいいよ。え、それ何ついてんの？ 6 倍か。6倍。なんかめっちゃ啓蒙のだったけど、これ待ってるわけじゃない。しょうもない。しょうもないね。あ、しょうもない。これでパッチトロはしょうもないよ。だって運気マックスですって言われたらね。運気前降りてくれって言われたら、行くっしょ。なんかいい感じのエピソードだと健康とかさ、うん、なんかどう、それ何ヶ月前の話、これね、引っ越してすぐだから、あ、ね、まだ3月くらいかな、最近か、うん、ね、それでなんかご利益みたいな、ご利益、うん、あ、来てんじゃん、出ようぜ出ようぜ、はい、悪く結構当たってんぞ、ナイス、あれ消えた、聞いて、マジか、あー、ナイス、それ結構 M16 跳ねるな、 M16 ダメ、修正されたって言うけど、よくわかんねえ。またこれスロカスってやれちゃうんだろうな。間違ってないでしょ。行くでしょ、そんな、だって運試しするっしょ、そんな行ってないっすよ。4人でさ、行った以来行ってないっすよ、うん、もう、ほんとに。二度と行かねえ、俺。俺はもう行かないと思ってる。まあ、経験、俺やったことなかったから、まあ、1回ぐらいやるかと思って。経験じゃねえ。いや、どれほどのものなんだと、多くの人を引きつけてやまないものが。これ取っていいのか、カー、どうぞ、カー使う、いや俺 S ケース使いたい、ここ5ミリいっぱいあるよ、5ミリはもういっぱいあるな、はい、ベスコいっぱい余ってるじゃん、これ何ミリもらうわ、わ、なんだ、躍動して何？隙間取ってくんの？落としてないと。ん？躍動してない、その隙間取ってくるの？落とさなかったら。まあなんか悪いことが起きやすい年ってあるよね。男の人と女の人もあるけど。25歳？男は確か24、25、26じゃなかったっけ？前躍動しみたいなのと本躍動しってやると。あと役年って読むのかな、わかんないけど、そういうのが確かあったはず。なんでもあるじゃねえか、さ。なんでもあるじゃん。でも俺は別に言ってないからね。うん、言ってないからね。え、なんで乗り切ったのに、あと俺言ったの、え、なんとなくちょっと気になってたから。気になるんだ。まあ、なんか、俺は別に気にしなかったんだけど、配信でちょっと話したら、うん。なんかまあ、まあ、ついてくるみたいな役っていうのは。そういうコメントもあったような気がする。ちょっと忘れたけど。24、24、26って何やってた ?20… デトネーター入ってたの ?26 とかじゃない？始まった？ん？いや、でも何？まあね、あ、26応募、その26の時に応募しちゃったんだけど、これが、そうじゃない？多分、そうだよね、まあ楽しかったけどな、俺はって考えると、やっぱあまり身に覚えはないな、俺は役をしてるものに、あの空港の写真は？あれ27、26か、あの時。あの時君26じゃない？あれもう完全役ついてるでしょ。役ついてる。あれ。完全役ついてるでしょ。役の
だからね、ヤク中だね。ヤク中国前ついてるでしょ、それ。ヤク中だな。まあ、中国か。ちょ、まあ、やめろよ、マジで。ヤク、ヤク。お、バイク止まって、バイク止まって。あー、いけるわ。完全ヤクついてってるでしょ、あれ。いや、あれ台湾だけどな。あれ台湾だっけ？台湾よ、あれ。台湾か。台湾に置いてきたわ。あー、面白い。何の話だ、マジ。あ、そう。あれなんだ？そんなんあるんだ？そう。あ、気の持ちようとかそういうんじゃない？あ、そうでしょ。それはまあでもマイナス気の持ちようとしてね、それが気が散ってしまうんだったら、なんか悪いことすべてなんか役に結びつけちゃうんだったら、まあそれは払って正解でしょ。そうだね。軽くなったでしょ、気持ち。そうだね。マジ人間ってどういうしようもない小さなこともいつまでも気づっちゃうからな。おっしゃる通りですね。まあそれをね、マジでありがたいお言葉一つで発せるんだったら俺は行くね。タイヤ割るわ。まあスロットもね、2万円負けたけど、もしかしたら10万とか20万負ける、あったかもしんないし、本当は、本来ならね。本来ならね。まあね。まあそこはやっぱポジティブに考えないとね。まあね。死体があるな、このマンション自体。でもなんか今落とした気がする。もう目の前の多分ここじゃね今入ってんの。バック止まってたでしょ。真ん中のマンションいるかも、この黄色ピンの。あれどっちだ、隣かな、こっちかも。モクモクしてんじゃん。あ、多分この黄色ピンの方いるわ。バック止まってたとこか。バイク止まってんのもちょっとあれじゃない？南の方じゃない？ああ、そっか。直帰落ちてねえかな？レベチか。あ、やっぱ隣いるね。これだ？うん、なんかスタスタ歩いてる。だからちょっと聞こえないの？なあ、俺。耳悪くなった、俺。耳悪くなってんね。困ったな。役バレしに行った方がいいよ。ダメよ。あ、目の前のね、ここ入ってる、黄色ピン。あの小屋。逆感じたことないもん俺。感じてない？感じたことないね。あ、そう。あれ抜けそうじゃん、頭。おお、ナイス削り。あ、フライパン、マジかよ。倒しにかった。まだ相方行ってなくない？助けに。ヘッドライン置いてる、俺当てるから。いや、俺も当てる、俺も反応。こう、窓取り抜けたら当てるから。まあ、見えた瞬間撃ってやったかな、多分。そうかな。え、助けに行ってなくない？全然。ね、もう死んだんだけど。え？え？嘘？なんで？見せれば。なんか隣はやり合ってない、マンション。あと25人か。車来てる。撃つわ、これ。一人落ちた。なぜ？バイク、バイク来てる。結構当たってんな。あ、ほら、散れたぞ。
怖いんだよな、うつの隣見てるから。さっき1球取ったとこに入った。ほんとだ。あ、やれんかった。あー、ちくしょう。何やってんだよな、お前。ダークス中入らんか。当たらんのか。起こされるな。ダウンしながら中に倒れ込んでった。当てますね、エスケース。食べちゃダメでしょ。1万ぐらい飛んできた。その時足音消して登ってくんだよ。ブラシ見とこ。俺は足音できる。ああ、補給口めっちゃつけ。嘘。俺のこの辺、俺にしみ来てるぞ。俺あの小屋に入ってったな。森戸だ。あれ、猿持ってるぞ。あの森戸、多分小屋入った人。うん、二人とも二人いるけど、一人森蔵だった。え、それ持ってる可能性高いな。何回ぐらい投げてくんだ。どっから投げてきてんだろう、これ。隣かな。わかんねえ。何のか俺ね。あれ、いいね。ヒーロー取り合い。今ダメだったし。おいしい。車落としてんじゃん。さっきの家の二人窓から見てんな。車近いよ。あの小屋の小屋いるね。入ってる、うん、あのスモーク焚いてるとかどうなの。こっからその車が小屋に行った。外れたな。でも前の柵、これ隣に来たと前の柵の取り合いになるな、俺ら。なるほどね。柵は入ってるわけだ。何移動したか。前の柵でいいか。そうだね。あの小屋の人、あ、移動してきてるよ、スモークの中。俺降りてる。だから降りてる。やったわ、スモークの人。あの小屋の人やった。はい。今ちょっと移動させとく。はい。重てえ、なんか。やってんな。あ、でかい。あと家いるよ、この俺ら。俺ら入ってたとこ。俺の、ま、真ん前、真ん前。一階にいる。めっちゃ見てる、こっち。こっちいた。出れないけどね、この人。入れるわ。上が閉まった。上入れるわ。あ、どっか行ったぞ。パルス飲まれてる。出てくるぞ、これ。反対から。出てくる。やった？まだ。やべ、弾切れた。あ、ごめん。撃っちゃった。はいよ。全然扉弾抜けねえ。弾もらってくるわ。あ、あの、いるぞ。白い小屋の右側。ね、うん、見えた見えた。これ、めっちゃアンチいいじゃん。俺ら。ね。アンチ良さげ。なんかギリギリ。入ってない？車を表に持ってきたいな。いてぇ。入ってんのこれ。よしそう。めっち
車側が入ってたよな。いてっ、いいからだ、いいからだ。ありがとう。うん、僕のところ、水な見えてる気がする。のせいだ、めっそってくるか。車どうしよう。もうちょいそっち寄せた方がいいかもね、左の方。あー、そうそうそう。強っ、強っ。あのやつあれだ、さっきの小屋の右側。一発当ててる。やったやった、詰めてきてる。弱いた弱いた弱いた。奥撃った、俺奥ちょっと撃った。AUG だ。前でしょこれ。これぐらい投げるわ。リッタビくれよこれ。死んだ。やる。また振れないけど飛ぶだろあれ。あー、うまっ。さすがだな。俺全然いかなかったけど。やるな。グレッシャー当たなかったわ。助かった。助かったよ、あの。俺出れなかった全然、グレ投げられまくって。褒めるね。